中町読みのオールナイト高田の馬場始まりました。どうもどうも、イエーイもう相変わらずの感じで始まりますけれども、中町読みのオールナイト高田の馬場スタートでございます。今年初めてですね、ですね、1月はねお休みをいただきまして、今日は2月の7日からスタートでございます。さっきもちらっとこう数えてみたんですけど、なんか一応3年ちょっとぐらい過ぎたっぽいですね。始めてから3年ぐらい、大体3年ぐらい、ただひたすらくちゃべるというこの番組を続けさせていただいておりますけれども、高田の馬場ジェットロボットで今からね21時から22時まで1時間ただひたすら仲間ちがくっちゃべるというシュールな番組をやっておりますので、今日はねあれですよ、そのジェットロボットに来ていただくことも可能なので、JR 高田の馬場駅から早稲田通りを、早稲田方面テレテレと歩いてきていただけると、だいたい7、8分ぐらいかなぐらいで着くという場所です。あ、どうも、あ、宮本さん、そう、何の説明ですか。あ、そう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 、そう、あ、こんばんは、美咲さん、どうもどうも。ですね、今日はですね、まあ、今日からって言ったらいいのかな、今年からですね、この高田の馬場ジェットロボット TV 中町読みのオールナイト高田の馬場はですね、同時にこちらの中町読みの愛を込めてというショールーム配信を同時にやっておりましてですね、目線ください、ありがとうございます、目線送ります目線送りますってそんな感じでですね、やっております。シンガーソングライター中町読みが歌も歌わずただひたすらくちゃべるというすごいシュールな番組です。さっきもなんかで前の番組の人にちょっと聞かれたんですけど、テーマは何ですかって言われたんですけど、テーマがないんですよね、そもそもでテーマというかね、見てる方がなんか焼酎だのお茶だのジュースだのなんかまあ何でもいいんですけど、片手にこうただひたすらダラダラとなんか自分で楽しみを見つけて聞いてくれればいいなというのがあれですあれです、目的目標、いい感じです。さあ、あ、美咲さん、あ、ちなみにユーストリームの方はですね、こっちのあれですよ、ソーシャルストリームからなんかのアカウントでペット入ってもらうと仲間ちにちゃちゃも入れられますし、ショールームの方はこれねコメントでピピピッと仲間に何か言うことも可能です。あ、すごい、いろいろ来てる。ショールームの方バラがいっぱいです。ありがとうございます。すごい、すごいな。ありがとうございます。こんばんは。ただひたすら喋る番組ですが、今日もひたすら頑張りたいと思います。お、美咲さんからコメントが来てありがとうございます。今月もただひたすらエレガントな美女を眺める時間が始まったと。さすがだな、美咲さん、褒め言葉はよく知ってるな、ありがとうございます。ね、ほらこの今にも喋りが止まりそうなこの感じそうですね、年末年始から話した方がいいですね。1月ね、お休みをいただいて、あれだったんですけど、年末年始がですね、もうねいい加減年末年始の話もしなくなった頃合いではありますが、ですね、中町はですね、今年の年末年始は、去年の年末年始はですね、仙台へ家族と一緒にね旅行に行っておりました。仙台に旅行に行って、でそれがですね、初日の出クルーズをしてきたんですね。松島に渡る船があるじゃないですか、あるんですけど、クルーズが、それの船の船上で初日の出を見るというね、なんとも優雅な初日の出を見てまいりました。
でたまたまね、その初日の出いわゆる1日がです1月1日がですねちょうどショールームを配信する日だったもんですから、別に休んでもよかったのかもしれないんですけど、中町はですねちょっとせっかくなんでね、いろんな人と綺麗な初日の出が見れたらいいんじゃないかなと思って、なんかこうすごいごちゃごちゃと一生懸命初日の出をひたすら配信するっていうね謎の配信をやりましたでも意外とね100人ぐらい見てくれたんですよ。すごいと思いません？よくわかんないよね。すごいのかな、すごいのかなそんな感じでした。でまあね、なんか数年ぶりぐらいにすごく綺麗に見れたらしくてですね、その日の出が。なんかいつもは結構雲とかねに隠れちゃうらしいんですけど、その日はすごく晴れてて、今年のね年末年始は割とどこでも綺麗に晴れてたみたいですね。すごく良かったです。うちの地元の高谷山っていうところからね、広島県は三次市っていうところの高谷山から眺める霧の海からの日の出っていうのも毎年見に上がる人がいるんですけど、その霧の海の初日の出もねすごく綺麗に見れたみたいで、父がね、実家にいる父がですね一生懸命、写真を撮ったやつをねアップしてくれたので見ることができましたなのでね今年はちょっと広島に帰ってないんですけど、そのうちねまた近々時間があったら帰りたいなと思ったりね。お、なんかコメントがいっぱい、ありがとうございます。りょうさんすごいな、キャー美しい、ありがとうございます。遅いよね気づくのがね、ごめんなさいね。じゃんけんしようって言われてるけど、じゃんけんしないよ、しないよしないよそんな年末年始でした。まあ、船とかもそんなに早々乗る機会がないですけど、久しぶりに乗ったしな。意外とねすっごい寒いのかなと思ってたんですよ仙台。なんか脅されて、私仙台行くんですっていう話してたら、仙台ものすごい寒いよみたいな、舐めて行かない方がいいよって言われて、でヒートテックとね、ヒートテックとで極暖を、某ユニクロのね極暖っていうのを買って行ったんですけど、思ったより寒くなかったです意外と。なんかね晴れてて心地よかったですよ結構。でね、その、まあ、ちょっと話が前後するんですけど、その日の出の前にね、ま仙台入りして、で夜にね、あれ仙台のどこなんだろうね、なんか大きいストリートがライトアップするっていうんで、国分町かなだったと思う。それが国分町がね、すごい綺麗なライトアップをすると。でそこに行ってライトアップしてるのをこう見てですね、綺麗に街路樹が本当にすごい綺麗に、しかもね広いんですよ道が。なんか片側2車線とかがだから4車線分で、しかも真ん中にもね遊歩道みたいなのがあって、でそれにそれぞれだから4列分ぐらいの街路樹のあれがなんだっけ、ライトアップがバーッとね続いてて、すごい綺麗でしたね。でなんかバスガイドさんが言うには、その中に1個だけハート型のすごいピンク色のねライトが入ってるんですよって言われて、でポイントとしてはどこだっけ、なんかねあるんですよ、ちっちゃいチャペルの前だと、あの辺の木のどれかに入ってますと言われて行って探してみたんですけど、一つも見つからなかったです全然見つからなかったです。実は違うとこにあったんじゃないかなとかね、むしろ電球切れてたんじゃないかなみたいな、ちょっと疑わしいんですけど、なんかそれを発見するとちょっと幸せになれたらしいんですけど、中町には発見できなかったのでちょっと分かりませんお、宮本さん、私も東北に住んで行ったことがあります、松島の海は。あ、海ね綺麗でしたね、海綺麗でした、やっぱいいですね。中町は海はあんまり知らないので、まあ、知らないことはないんですけどもちろんね、ただまあ実家の方はね山と川ばっかりですから、
海といえばもう島根とか鳥取とか、まあ、日本海側のねあれですからあの綺麗なねキララ海岸というぐらいとかね、岩見海浜公園とかあんなのしか知らないのであれなんですけど、お、金城さん、魔の2月、そう、魔の2月なんです。で、そんな感じでですね、年末年始は仙台で過ごして、で、こっちへ、東京へまた戻り、うらうらと、まあ、1月はね、1月だけはちょっと3本ぐらいライブが残ってたので、そちらをね節々とやらせていただいて、で1月ラストが1月25日の、赤坂はカンティカンティというね、レストランでライブをやらせていただいたのが最後でした。あの日はねちょっとあの決まったのもワンマンライブとして決まったのも急遽だったので、あんまりねたくさんの人に声をかける時間はなかったんですけど、なんやかんやね満席になりまして、お客さんがねわらわらと来ていただいてですね、ワイ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 と席は足りるのかとよくわかんない感じになったんですけど、来ていただきまして、なんとかね満員で楽しくねやることができました。ありがとうございました。まあ、それ以来ですね、長町はひたすら引きこもりをしておりまして、2月も、まあまだね、2月は7日、1週間経っただけですけど、まあ見事なぐらい引きこもりがいたりつきましてですね、最近。引きこもりって大変なのかな。かね、よくわからなくなってくるね。あんまり家にいるとそのチラッとね、まあ、ただその家の中ではねあんまり大きな音でギターが弾けないので、まあ、あの最近ちょっとあの知り合いからですね、いやあのエレキをもらってですね家の中でもチャカチャカ弾いてるんですけど、まあ昼間のうちはちょっとこうギター 触れるかなぐらいで触ってみたりとか、まあ、ちょっとあの歌詞書きながらコーヒー飲み始めたらひたすらコーヒー飲んでみたりとかちょっとこう拾ったホコリから派生してどんどん部屋片付けてみたりとか、なんかねおかげさまでねすごいですね。金城さん、あ、そうそうそう、宮部みゆきねひたすら読んでます。もう最近はねあの読書にもまたあの本の虫の熱が再燃しましてね、ひたすらね最近は宮部みゆきさんを読んでますね。現代的なのも好きなんですけど、割とあのお江戸のねミステリー系ですか、ボンクラとかさ、日暮らしとかさ、で最近はお前さんとかね、多分あれは一番新しいのはあのおふみの影とか、なんだっけ、桜宝皿とかね、あこら辺をすごい分厚いんですよ、一冊がもうこんな分厚さなんですけど、大体にもうそれをねひたすらずっと読み始めると、でそうやってね本を読み始めるとね、あの中町は結構入り込んでしまう人なので、あの途中でやめるということができなくなるんですよ。まあもちろんそのあのねなんかちょっと飲み物取りに行ってみたりとか、あのどうしても立たなきゃいけない時にはあの本を置いて立つんですけど、もうそれ以外はなんかねひたすら読破するまでなんかずっとね読み続けてしまうので本当に動かないんですよ。で。あのもう夜とかでも寝る前とかに読み始めてしまったらもう眠くなるとかでむしろあの目が冴えてきてしまうので、何時まででも読んでるんですよね。でしかもほら次の日なんか、まあ、できるだけ早く起きるようにはするんですけど、なんか特に明日は予定がないなって思ったらもうひたすら読み続けちゃうので、もう下手したら朝みたいな感じになってることがあるんですよ。まあおかげさまでね、いいんだか悪いんだかみたいな感じですよ。でそこに来てあの最近はあの魔の2月っていうね、あの中町にとってはあの2月とねあの3月頭ぐらいまでねすごい魔の月で、全然理由もなくあのひたすら辛いみたいなひたすら辛い月になるっていう、ありません、そういうのない
誰かないそういうなんか魔の月みたいな、もう今月ともこの月は自分にとってはもう本当ダメなんだよねみたいな理由はないけど、なんかもう嫌なんだよねみたいな月ってないですか？ないかな。ん？あ、花粉症の人はね、確かにね、花粉症の人は春は確かに嫌かもね。あの4月とか5月とかでしょ。私ね、花粉症なんですけどね、花粉症持ってるはずなんですけど、なんか最近あんまりひどくないんですよね。あの花粉症初めてなった時が高校生の時で、高校あれ2年生とかかなの時に初めてなったんですけど、それが3日3晩全身に発疹が出て、すっごい痒くて、もう痛いんだか痒いんだか熱いんだかよくわかんない状態で、でもう夜も寝られないから気を紛らわせるために、あの幼馴染に電話してみたりとかして、ごめんもう死にそうなんだけどさみたいな、そいつもすげえ迷惑かけたと思うんですけど、でその後ですね、3日目にしてあの病院に行ったら花粉症ですって言われて、花粉症ですかみたいなで当時父さんが花粉症だったんで、あの父さんがもらってるのと同じ薬を飲んだら確かに引いて、あ花粉症なんだと思って、でもそしたらほら花粉症ってね、単に目がしょぼしょぼしてみたり、まあひどい人はね確かにちょっとこう咳がすごいとかさ、くしゃみがすごいとかあると思うんですけど、なんかもう発疹ですよ、発疹ポチポチですよ、かゆいやつですよ。それが毎年出るのかと思ったらもうすっごい恐ろしくなったんですけど、なんて体質で生まれてしまったんだ私はとか、すごいもう戦慄が走った覚えがあるんですけど、まあでもね、発疹が出たのはその年だけだったんですよね。翌年からは普通にあの目がかゆいとか、あのちょっと鼻水がとか辛いみたいな感じだったんですけど、まあそもそもね、私花粉症がなくてもあの4月とか5月とかのあの花曇りの季節の頃ですよね、あの頃のあの紫外線がすごくダメで、そもそももう紫外線をねの強い日って、特に曇りの日って強いじゃないですか。そういう日ってもうね、もう目は痛いし、しょぼしょぼするし、ちょっとイライラするし、歯もやだみたいな感じになる人で、あんまり花粉症関係なかったかもしれないですね、そういう意味では。でまあ夏場とかね、すごい秋晴れの綺麗な晴れ間の時とかも、まあ晴れて気持ちがいいねと思うんですけど、やっぱり眩しいとね、目がしょぼしょぼしてね、あのあ目つらいみたいな、眩しいの目痛いみたいな感じになっちゃうので、もうほんと最近昼間にうろうろすることができない人になってしまったんじゃないかなってちょっと心配してます。お、コメントがいろいろ来てますね。何ですっけ。お、ユーストリームの方、みさきさん、なんとなく9月は気持ちの調子が良くない気がします。みさきは、あ、そうなんですね。9月か、なんででしょうね。なんかちょっとこう残暑とか、まあでもありますよね、そういうなんか調子が良くないなって思う季節ってね。お、ふみさん心配です、癒しますよ、癒してください、何がしかで癒してほしい。そう、アレルギーがね、全身に発疹で出るっていう。先月は蛍光灯に奇襲をかけられた。そう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 、この間はね、その眩しいつながりで、あの部屋の電灯がさ、ちょっと時間差でつくやつで、というかね、あの最初にあの紐引っ張ったらつかなくて、あれなんかこう違ったかなと思って、紐引っ張ったらつかないから、こっちのメインスイッチの方をパチッてやるじゃないですか。パチッてやったら、あ今つかなくて、で、あ今引っ張ったやつで消えちゃったのかなと思って、でもう一回下に行くじゃないですか。で引っ張ろうかなって思った瞬間にパッてついて、すっごいもう電光がもう直みたいなもうその瞬間に、あーもうほんとやだみたいな気分になるっていうね、すごい奇襲を受けましたね。金城さん、魔の月の反対はあるか。魔の月の反対はね、あるんだろうな、多分どっかにあると思います。どっかにあるってなあ、まあでもね、あの私結構5月とか6月とかあの辺が好きですね。5、6、まあ、7月も好きかな。であとはね、
別で言えばそう、ね、5月6月とだいたい9月10月かな、まあ、ちょっとこう春も終わりぐらいから秋も始めぐらいが好きですね。春も終わりぐらいと秋も始めぐらいが仲間地的にはちょうどいいですね。お、なんかなんやかんやショールーム56人見ていただいてありがとうございます。あの今日はひたすらしゃべくる日なのでね、歌わないのであれなんですが、一応ねあの何 BGM で流れてるのは仲間地の CD のねバラ色という去年の6月に出した2枚目のミニアルバムです。さて、見られた、見られてないか。そしてね、物を飲むのが下手くそすぎるっていうね、嚥下障害があるとかね、紫外線には弱いしね、嚥下障害があってみたりとかね。あとそうだから夏場はね、私ねサングラスをひたすらかけてます。いかついなお前って言われるんですけど、もうねサングラスがないと夏の日差しはね無理です多分ね。まあでもそんななんかよすものすごい薄いわけじゃないんですよ。でもすごい茶色みたいな感じではないんですけど、まあ、いましたけどね、小中学校の時の同級生とかに色もあの肌の色もすごい白いんだけど目の色も結構し茶色いっていう、もう薄茶色みたいな子とかいましたけどね。本当に眩しかろうなみたいなね。あれですよね、あの目が青い人とかさ、あの西洋系の人とかは結構もうサングラス必須ですもんね。やっぱりメラニンがないから。まあね、まあでもほらそうかといって黒人の人もかけてるから多分人によってあれなんですよきっと。お、金城さんサングラス似合いそうですね、かっこよさげ。多分似合うんです。ただもう帽子とサングラスかけてますからね私、夏場は。帽子にサングラスなんで怪しさ倍増ですよ。すごいですよ。そんなわけでね、多分あの夏場にもし仲間とあのすれ違うことがあったら、まあ多分わからないと思いますけどね、そもそもなんかだったらしいよみたいな、あれね今の仲間だったらしいよみたいな。まあ結構普通に歩いててもあんまり気づかれないですからね私。あの毎回服が違うとかね、あの印象が違うって言われてね、結構あの普段着の場合は仲間を特定するのが難しい場合が多いですらしいですよ。2月はね魔の月ですから、もう仲間の魔の月、そうあのね仲間の魔の月はなぜなのかって、あの寒くなるじゃないですか2月って。で昔からね、そのなぜかね2月3月ぐらいで対人関係の断捨離が始まるんですよ。始まってたんですよ中町の。わかります？学期末とか、あとその SNS とか流行り始めた時期からはそのそういう友達関連を一気に削除してしまうとか。なんかね多分自分が落ち込んだりするからでしょうね。その寒さだったりちょっと自律神経がおかしくなってみたりとかで、なんだろうね、まあちょっとこうなんでしょうね、なんかこう寂しくなってみたりとかで、なんかね結構ねあんまりこうそのテンションの上がり下がりは目に見える方じゃないか、まあそんなことないか、結構目に見える方ですけど、それにも増してね、なんかこう、なんて言ったらいいんだろうね、もう、人に対応する自分を奮い立たせるのが大変な時ってあるんですよ、結構。それが結構2月とか3月に当てはまる時期で、
あります？そう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 、まあ、陰にこう自分がね、陰にマイナスに入っちゃうってことなんですよ。でマイナスに入っちゃうもんだから、人に対してこうあんまりさ上手にできなくなってくるじゃないですか。ちょっとこう普通だったら、ね、流しとけるような言葉とかでもぐさぐさ刺さっちゃったりとかで、本当に何でもない言葉でなんかよくわかんない裏とか書いちゃったりとかするじゃないですか。でそうこうしてるうちに、まあ、結果自分のせいなんですけど、全部結果自分のせいから、なんとなく、あ、今ここら辺いらないみたいな、スパンっつってちょっとこう大体こう対人関係の断捨離が始まりで、まあ、その後、まあ、大体3月終わりぐらいからちょっとずつ回復してって、あ、4月だね、頑張ろうね、春花が咲いたねぐらいで頑張りますみたいな感じになっていくっていうね。割と昔からですね、割と昔からですよ。まあその対人関係の断捨離だったりとか、まあ、物事の断捨離だったりとかっていうのは割と最近ですけど、そのいつぐらいからかな、まあ、こっち来てからというか来る直前というかね、6、7年前ぐらいからですけど、まあ割と学生時代からそうですね、2年あの中学生とか高校生ぐらいの時から、もう2月3月はもう辛すぎて、もう何より気温が寒すぎて、もう地元の方が本当に寒いんですよ。もうあのね、広島県は三次市というところで2月3月は本当に寒いんですよ。もうアホみたいに寒いんですよ。朝も暗いし、盆地だから雪も降るし、で三次というところはあの霧の町ですからね、東京みたいに朝も7時とか6時とかね、あれぐらいからもうあの晴れるなら晴れですっつってピカーンっつって晴れてるわけじゃないんですよ。もう下手したらあの12時ぐらいまで霧がかかってるもんだから真っ暗なんですよ。もう真っ白で外が、でも今日も曇りか明日も曇りかみたいな感じの天気してるんですよ、毎朝毎朝。でその上寒いじゃないですか。もうね、気がめいってめいってしょうがなくて、で日照時間があまりにも少ないから、もうね、はあ、もう二度とここから抜けられなくなるんじゃないかみたいな、ちょっとこう気の晴れる瞬間がないと言ったらいいんですかね。もうだからもうね、辛かったです、地元にいた時そういうのもあるのかもしれない。でしかもほら、あの短大の時はあの2年生の時は1年間あの片道3時間ぐらいかけて短大に通ってましたから、朝が早いんですよ。だいたい6時前ぐらいに家を出て、で自転車で、まあ、10分ぐらいかけて駅まで行って、でそこから2時間ぐらいかけて市内まで出て、で市内電車っていうかね、汽車ですけど、あの市内まで出て、で市内に着いたら今度またちょっと乗り換えて30分ぐらいかけて短大まで、短大の近くの駅まで行き、でそこからまた歩いて短大行きみたいな感じのね、往路をやってて、で冬場は冬場でね、寒いんですよ、朝が。本当に道は凍ってるし、雪は降ってるし、で下手したらね、もうなんか今日の気温何度だいみたいな、朝ストーブに出てる気温がなんかマイナス3度になってないかいみたいな感じのね、気温なもんだから寒いじゃないですか。すっごい厚着をするじゃないですか。市内に着いたら暑いんですよ、今度は。それがだいたい10度ぐらいあるから、市内がもうね、あれでね、本当にもう寒暖差が嫌でしたね。宮本さん、三好は本当に寒いですよね。本当寒いですよね。あの隣、これがね、隣の庄原になると朝から結構綺麗に晴れてくれるんでね、すごくね、さっぱりするんですけど。ね、宮本さん、私は季節の変わり目は調子を崩すことがありますが、夏生まれの私は8月頃は絶好調です。あー、夏生まれで8月頃に絶好調ってすごいですね。まあ、季節の変わり目にね、体調崩すっていうのはすごくありますけど、私も。まあでもね、私今年頑張り、去年からね、結構頑張りましたよ。まあ、軽い胃腸炎やりましたけど、風邪らしい風邪はね、引いてないですね。うん。わかんない。引いてないと思ってるだけかもしれないけど。まあちょっとね、去年から今年にかけてはまだ、大きく体調を崩したというのはないですね。そうか、8月なんてもう私が一番
ぐったりしてる季節ですね、あの気温的に。ピーボーさん、闇、闇属性、違う。チャン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 。金城さん、遡ってブログにある詩はどんな時に思い浮かぶんですか。ブログにある詩、あー、たまにあの私があれですよね、たまにアメーバブログにあの私が発作的にあの小説の冒頭みたいな文章を上げてることがあるんですよ、稀に、まあ、あれはね本当に散文です。なんか書かなきゃなと思いながらチラチラと一言目を書いたのにつなげてザラザラザラっと書いてるっていう、ただそれだけですね。なのでまあでも多分気分的にちょっと落ち込んでたりとか、ちょっとこう、あ、そういうことなんだって若干気づいた時だったりとか、それをなんかメモ的に残しておきたかったりとかする時に書いてるのが大体それですね。そうですね。ほら、そんな話をつらつらしてたらもう30分過ぎましたよ。ユーストリーム配信も久しぶりですが、まだしばらくね続けていきますからね。まあこの感じでねだらだらやってますからね、あの終わりどころも特にないみたいなあれなんですけど、どうなんですかこの感じ、いいんじゃないですかでしかもね今日誰もいないから本当に静かにもうごそかにやる感じですよ。まあただね、なんかほらショールーム配信をやらせていただくとね、結構いろんな人がコメントくれるから、なんか乗っかりやすいというかね、コメントってすごいですねコメントってすごいですねって、コメントってありがたいですね。あ、読書で、私結構偏ってますよ、もう今ひたすら宮部みゆきだし、あ、でもねこの間あの畑山かな、めぐみさんかな、新しいやつがスエズエって言って、なんだっけ、なんかのシリーズ、あ、シャバケのシリーズか、シャバケシリーズ、シャバケっていう本があるんですよ、題名の。なんかね、なんて言ったらいいんだろうね、なんか妖怪ドタバタコメディミステリーみたいな、ちょっとこう割と軽いライトノベル的な、まあでも一応あのミステリー調ので、まあでも妖怪とか出てくるしみたいな、ちょっとなんて言ったらいいんだろう、私の印象はね、私の印象はそのお江戸妖怪ミステリーコミックみたいな感じですかね、割と軽い感じのライトノベルみたいな感じの本なんですけど、それがね、13、4巻ぐらいまで出てるんですよ。それはねなかなか割と短編帳に書いてあるのでサクサク読めるので、あの好きですね、楽しいです。お、金城さん、シュリ君に見守られながら、そう、シュリ君にね見守られながらね、シュリ君っていうのはね、中町の家にいるあのウーパールーパーです昨日またね水替えをして元気に泳いでますよ。あのウーパールーパーの写真はそこここに上がってるので、よかったらちょっとこう見つめてみてください。お、美咲さん、読書はアナログ派、デジタル派、アナログ派です、紙に勝るものはない、紙に勝るものはない派ですよ。わかるんですよ、タブレット、Kindle とかね、タブレットで読む、あの感じ便利でしょうね、多分ね、何百冊と持ち歩けるわけですから、必要なかろうと、そんなにもうその日に一冊持っていれば乗り換えの時はだって読めるし、歩きながら読むわけじゃないし、まあ歩きながら読んでましたけどね、そんな一冊まるまる、そんな寸暇を惜しんで読む場合において一冊まるまる一日で読み切れると思うなみたいな
ゆっくり読もうじゃないかという、まあ、あとね、あの紙をペラペラするあの感じが好きです。私はなんかそこにもうだってあの表紙とかもすごい好きなんですよ。表紙絵とかいろいろ結構違うじゃないですか。ああいうのも結構ね私は好きですね。なので紙派です。アナログ派です。でこうなんかもう、もう今ちょっとあの部屋がねそんな並べられるような場所じゃないのでできないけど、もうできることなら壁一面本棚とかにしてあのダーッつってこう好きな本を置いておきたいっていうのが中町の最終的な生活の上での理想部屋です。あるでしょ。でもそれぐらいはさみんなやりたいよね。あ、そう、漫画とかもバーって入れておきたい。でもあの実家の本棚がそんな感じでしたもん。お、なんですって。美咲さん、ウーパールーパーと同じ名前の我がおい、あ、めいっ子シュリちゃんっていうの。まあ、いるか。シュリちゃん、あかりちゃんじゃなくて。ないか。そうか、まあでも最近珍しくはないですからいいんじゃないですか。可愛いじゃないですか、シュリちゃん。お、なんかショールームの方も、なんですって。日曜日の司会者さん、今いるの？ん？あ、天の声ですか？あ、天の声は今日いませんよ。ショールーム配信をね、いつもやるときに、天の声っつって、いるんですけど、いつも掛け合いをしてくれる人が。今日はいません。紙の本がいいですよね、金城さんね。で？あの司会者、トンチンカン的だった。しっ、トンチンカンとか言っちゃダメですよ。一応喋りのあれですから、あれですから、要ですから、言っちゃダメですよ、そんなかわいそうなこと。そうね、想定とかね、綺麗ですもんね。さあ、宮本さん、由美さんは村山由佳さんの本は読んだことがありますか？お、そうなんですね。ちょっとこう調べて探して読んでみましょう。もしおすすめのタイトルがあれば教えといていただければ。お、源さん、いつもいるの？いつもおられます。まあでもあの前回の月曜、昨日のね回からだいたい天の声は月曜日にはちょっとあの自粛していただくかもしれないっていう、もしかしたらなんかね月曜日の話ではあの放送中にだいたい20人以上のあの天の声いらないよね的な、いや中町さんだけでよくねみたいなあのコメントが20人分ぐらい集まったら、あのどうやらもしかしたらフェードアウトしちゃうかもしれないっていうあれです。前回帰ったわ。あ、前回帰って、あ、前回帰ってしまわれた方ありがとうございます。昨日だか一昨日だかの時のね、まああの話がねあれですから、そんな感じらしいですよ。だからあのショールームの月曜日の回はできるだけ仲間ちがひたすら歌えるといいねっていう回になっていくかもしれない。シュリ君との出会いを教えてください。金城さん、うちのシュリ君はですねウーパールーパーなんですけど、ちっちゃい、こんなちっちゃい時に買ったんですよ。私はもうね、昔から、小学校の時から、いつかウーパールーパーを買うというのが、ちょっとした夢だったんです。わかる？わかる？まあ、一時流行ったでしょ？なんか UFO キャッチャーがあってみたりとかさ、まあ、私は UFO キャッチャーも見たことないんだけど、で、CM もあったそうですね。ね。で、やっぱペットショップに行くと、すごく並んでるわけですよ。で、その当時、多分ね、私、小学校の時には結構高かったんですよ。まあ、子供の目から言ってもかなり高い、まあ、大人の目で見てもかなり高かったんですけど、その当時に多分私の近所のペットショップではなんか3000いくらとかで売ってて、あーこんな高いんだとか思ってたんですよ。まあ、今思えばね命の値段がとかいう話になったらそんなことは言ってらんないんですけど、そうじゃなくてね。で、はあ、ウパルーパかわいいなと中町は好きだったわけです。まあ、結構その当時からカエルなら爬虫類とか両生類とかすごい好きだったので、あの飼いたいなと思ってたんですけど、なかなかねうちの実家がですね、動物を飼えない状況でして、
今はね、まあ、母さんが手名付けた野良猫がもうどん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 増えて、もう出たり入ったりしながら結局今3、4匹ぐらいで落ち着いてるんですけど、確か。まあその当時はね、昔はうちの実家の方は生き物を飼わないと、まあ結構外出することが多い家だったので、まあ家の中にね物を置いといても飼えないでしょうと。そうですねと。 でしかもほら中町兄弟はですね、弟と2人ね、金魚をすくってきて、もう金魚鉢に入れたらもう死んじゃうと一回ね、ちっちゃい時にお祭りとかですくってきた金魚を入れたんですよ。そしたら水槽にね入れたら酸欠になったらしくて、結構大量だったから、でそれで結局もう次の日には結構半分ぐらい死んでて、それでもうショックで、でもそれも証拠りもなく、うちの実家のすぐ近くに田んぼがあったもんですから、それがじゃちょっとこう水抜きを始めたぐらいの頃にね、おたまじゃくしがもう隅っこの方にわらわらしてるんですよ、うじゃうじゃしてるんですよ。それを両手でこうシュパーッとすくって水槽に移してね、やっぱりすごい量を水槽に、一つの水槽にですよ、30センチ水槽にすごい量を入れて持って帰ってでそれがやっぱ酸欠で死んでいくじゃないですか。そうするとオタマジャクシって雑食なんですよ、あれ知ってました？だから共食いするんですよ、共食いっていうかね、死体を食べ始めるんですよ。はぁ、食ってると思って、もうそれ以来ね、生き物を飼うのはやめようと。で中学校ぐらいに入った時に父さんが沼エビを買ってきてですね、薄茶色のエビですね、あれを数匹買ってきて、あれはもう父さんが綺麗に上手に管理したので、未だに実家に生きてたんですけど、まあちょっとね、生き物を飼うのが苦手な兄弟、まあてか苦手な私だったんですけどいつかはウーパールーパーを飼いたいなという思いがずっとありまして、細々とね。でこっちに来てね、東京に来て、まあ自分でバイトして、でそうこうしてるうちにですね、こんなちっちゃいおたまじゃくしみたいなサイズのウーパールーパーが売ってたと。たまたまね、売ってた時に、ちょっとその時にその幼い頃からの夢がすごく湧き立ちまして、衝動的にこいつを買おうと思って3年前に購入したのが初めてです最初はね、こんなちっちゃい鉢みたいなので飼ってたんですけど、みるみるうちに大きくなって、1週間ぐらいでそんなのじゃもう全然足りなくなっちゃって、でもうすぐ30センチ水槽を買ってきて、もう一式全部揃ってるみたいなのあるじゃないですか、これがあればスタートできるみたいな、あれを買ってきて、で一生懸命その中で飼ってたら、どんどん大きくなるもんだから、もうどうせだったらあれだからと思って、最終的に60センチの大きくて、ちょっと薄めのやつなんですけど、60センチ水槽に変えて、ただひたすら悠々とぬぼーっとじっとしてるやつを飼ってるというのが今の状況です。ね、シュリ君はね、今もう何年目だろうね、3年ちょっとぐらいかな、もう。多分ね、だいたい25センチぐらいが最大なんだと思います。うちの子が今それぐらいなんで、場合によってはこれぐらい。あれはね、メキシコサラマンダーといって、山椒魚ですね、いわゆる山椒魚です。お、なんかコメントが流れている。なんですって？ニュ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 。無限さん、一人で配信する方がいいと思う。監視されてんの？監視されてます。すごい、ショールーム90人。いや、すごーい。もう二人で100人じゃないですか。頑張れー！ありがとうございます。
意外と喋るだけでも見ていただいてありがとうございます。ありがたいことですね。すごいですね。一応日曜日と月曜日は歌うことになってますからね。大丈夫ですか。おっさんの声がボソボソ入る。誰。あ、これ今日はですね、そうか、ショールームだと聞こえるのか。ジェットロボットというね、高田馬場ジェットロボットというところで配信をしてるんですけど、別のところでユーストリーム配信もしててですね、今しててですね、それの配信を手伝ってくださってるジェットロボットのマスターの声です。ボソボソ入る声は。金城さん、それが、そう、シュリ君あんなに大きくなったんです。本当に喋る日だね。米も読んで、そう、今米読んでます。ありがとうございます。私のおすすめは天使の卵が、おー、探してみますね。天使の卵ね。金城さん、両生類です。シュリ君は両生類です。なので飼い方によっては陸生にもなるんですよ。今水の中で生きてるけど、シュリ君ね、なんかね、ある程度の環境を整えれば、ちょっと技術がいるらしいんですけど、陸生になるそうですよ。陸生になるとすごくいかつくなるらしいですけど。お、100人超えた、ありがとうございます。すごいですね。あ、言ってね、もうなんだかんだで21時46分ですよ。あと15分ぐらいですね。すごいね。ウーパールーパーって遠征中はどうしてたの？いい質問ですね。ウーパールーパーってね、何がすごいって、正直変な話、一月ぐらい餌やんなくても生きてるんですよ。まあ今一月はやったことないんですけど、最高ね、10日ぐらいやんなかった時があるんです。その遠征だったりとかで。大丈夫ですね、元気に生きてますよ。逆にね、あんまり1日2回とか、多くあげすぎるとそれだけ寿命が縮んじゃったりとかするので、あんまり、まあそうですね、目安的には2日に1回とか3日に1回ぐらいで十分ですね。餌はすごく省エネな子でしょあのね、金魚の餌みたいなの食ってます。こんなちっちゃい、なんか亀だか金魚だかみたいな、あの粒のやつがあるじゃないですか。あれを食べてるんですけど、シュリ君は。そのや、それをね、あの袋で持ってるんですけど、この3年間で1回しか買ってないですからねだから2袋しか使い切ってないんですよ、まだ。もうそろそろね、3袋目を買おうかなと思ってるんですけど、そうね、目安的にはだいたい1年1袋みたいな感じですねすごいですよね、飼いやすい。で、まあもちろんね、水はきれいにしてあげた方がいいんだ、してあげなきゃいけないんだけど、まあ何しろ強いので、あ、水替え忘れちゃったみたいな、一月ぐらい水替え忘れちゃったとかって思っちゃったら、急いでこう綺麗にしてあげれば十分大丈夫なので、中町はできるだけ2週間に1回ぐらいは足し水でね、まあ汚れたやつも出しながら足し水状態で綺麗にしてます。まあ、60センチのガラス水槽なんで、さすがに持って洗うのは危険すぎるので、綺麗に、中をね、綺麗に拭きながら水を、汚れたやつだけすくって、汚れだけすくって、洗えるものは洗って水を差し替えるということをやってます。お、新宿路上以来お久しぶり。タボンシさん、お久しぶりです。なんかね、今特定できた気がしないでもないんですけど、お久しぶりです。すごい、新宿路上時代を知ってらっしゃる方が今日このショールームを見ていると、普段は歌っておりますが、今はですね、ショールームは今日は喋るだけの日ですね。ありがとうございます。シュリ君なかなか生命力強いんです。またブログにシュリ君の登場させますそのうちまたシュリ君のブログ書きます
お、美咲さん、ペットショップの収入にはつながらない商品。どうなんでしょうね。本体自体は収入につながってるんじゃないですか。あ、まあ、あの餌類に関してはあんまりつながらないかもしれないですけどね。あ、まあでもね、その生き餌を食べさせてる人とかはね、あのペットショップで赤、あの赤金とか買って、ね、メダカみたいなとかさ、あの口に入れば何でも食べちゃうんで、で例えばその長期間どうしても一月以上家を空けなきゃいけないっていう場合には結構生き餌を入れていく人が多いみたいですね。まあ、ただ口に当たれば何でも食っちゃうので、口に入れば食べだめということを、食べだめっていうかね、そのなんだろう、ちょっとずつ食べるということをしないので、明日にこのこいつらは明日に残しとこうとか思うようなあれではないので、一日で食べちゃったらもう仕方がないねってっていう子たちです金城さん、ウーパールーパー調べたときにからそうね、ウーパールーパー唐揚げにしてるとこがありますからね。あのね、ウーパールーパーは今あの日本で養殖しているものに関してはどんな扱いをしても大丈夫な生き物になってるんです。なので食べてるところもあるらしいんですよ、姿揚げで。ただその一応原産地のメキシコのね、産地の方では原産国ではなんだっけ、絶滅危惧種なので、そんなことはできません。そもそも輸入もできないという生き物です。そんな感じですかね。知ってました？あと10分ぐらいしかないんですよ、この放送は。1時間ただひたすら仲間ちが喋ると。でもね、今年からはだいぶ変わりましてね、コメントがこれだけ入るっていうのは仲間ちにとってはもうありがたいことこの上ない状況ですよ。もうコメントがなかった時には一体何を喋ればいいんだと、私は何を喋ればいいんだ今日はみたいな状況でやってたりとかすることもありましたからね。読み切れないほどのコメントをありがとうございます。いや、一応全部拾ったような気はするんだけれども、本当はね、ライブの告知とかをすればいいんですけどね。シンガーソングライターの中町よみが放送しております、高田のババ、ジェットロボット TV、オールナイト高田のババとショールーム中町よみの愛を込めてはですね、ジェットロボット TV の方は毎月第1火曜日の21時から22時まで放送しています。 Ustream 配信です。で、ショールームの方は日曜日と月曜日で、日曜日に、夕方からだいたいまあ5時とか6時ぐらいから始めて、だいたい1時間ちょっとぐらいやってます。で、その後月曜日は、翌日月曜日はだいたい昼ぐらいですね、12時とか、ちょっとあれになったらまあ1時とかぐらいからやっております。あ、そうだ。で、このユーストリーム配信の方はジェットロボット TV の、中町よみのユーストリーム配信の方はですね、あの最近 YouTube でアーカイブが見れるようになっているので、もし見てみようかななんて思う既得な方がいらっしゃったら YouTube 好きな時にねポチッとできますから、まあ、寝る前にちょっとこう飲みながらでもね、はははみたいな感じで空笑いしながら見ていただければね。お、美咲さん、告知タイム入れますよ。放送時間は増えません。放送時間は増えませんジェットロボット TV の放送時間は増えません。そんな感じです。さあ、じゃあちょっとずつね告知をしていきましょうかね。まあ告知告知と言ってね、大した告知があるわけではないんでございますが、キンキンの予定としてね、ちょっとまだ時期的にはちょっと確かなことはまだあのシークレットな感じなんですけど、中町の弾き語り CD が出ます。今作ってますなのでね、やっとね皆様の
お声が高かった、いつも見かける君の歌と首飾りの青と、CD に入ることになりましたので、ぜひ聴いていただけたらなと思います。で、ライブの方なんですけど、2月3月は全く入っておりません。それで、4月の1日にちょっと場所がね、今度は島内じゃないんですけど、4月の1日に、小田原の隣のね、鴨の宮ジーズキャフェというところで、ツーマンライブをやることになっておりますので、ぜひ来ていただけたらありがたいなと思います。お近くの方、まあ、近くなくても小田急線でシュシュッと行けるわっていう方は、ぜひね、来ていただけたらいいなと思います。金城さん、いいですね。リアルタイムで見れないときは見てみたい。あ、そうね、 YouTube ね、見てください。 CD 楽しみに。お、タボンシさん、バイク乗ってますよ。その話はまた今度やりましょうかね。そんなわけでね、ちょっとライブの告知はね、今のところそれぐらいしかできないんですけど、キンキンにね、その弾き語りの CD が出るので、ぜひね、チェックしていただきたいのと、で、ショールームの方もね、ぜひ、次の放送は日曜日の夕方なんですけど、シンガーソングライターですからね、ミュージシャン枠でやってることですから、一応歌いますしね、それも合わせてショールームの方をぜひね、フォローしていただいたりで、このね、中町の名前からですね、 Facebook とか Twitter とかをピピッとフォローしていただけたらありがたいなと。 Facebook の申請なんですけど、できるだけ一言ください、メッセージをちょこっといただければ、ピッとすぐダメとか言わないんで、ピッと承認つって押すんで、ぜひ一言いただけるとありがたいなと思います。さて、 CD はどこで買えるんですか？うん、基本的には中町のライブで売ることになりますが、ちょっと今いろいろあってできてないんですけど、ホームページからですね、まあ、Facebook からでもいいんですけど、 Facebook の中町の公式ページがありますよね。そこからですね、メッセージをいただけたらですね、中町手ずからですね、通販を行っておりますので、ぜひご注文ください。ぜひご注文ください。お代の方がね、ちょっとお振り込みになりますので、お振り込み手数料と、送料だけいただいてしまうことにはなるんでございますけれども、中町のですね、勝手に通販をやっておりますので、ぜひ、お知らせください、ご注文ください。そんな感じで、まああと3分ですから、急に何か質問がしてみたいないですか、美咲さんとか大丈夫ですか、大丈夫ですか。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。 CD めっちゃ聞いてます、ありがとうございます。さあ、そんなわけで、次回の中町よみのオールナイト高田のババ配信日は3月7日お、ジャスト一月。あ、そういえばね、あれですよね、2月と3月ってね、曜日が一緒なんですよね。あれ不思議ですよね。です、次の中町みのオールナイト高田のババは3月7日です。ショールーム配信は日曜日ですからね、今週の日曜日、だいたい夕方は6時とかね、6時半とかもしかしたら7時とかあれぐらいからやっておりますので、ぜひね、中町見に来てください。不眠症大丈夫です。そういうわけで、また来月、今週末会いましょう。ありがとうございました。中町よみのオールナイト高野のババでした。